皆さん、こんにちは、ふたまる、と申します。突然ですが、皆さんは、謎の場所、という、言葉を知っていますでしょうか。謎の場所、とは、2006年9月に発売された、任天堂 DS のソフト。ポケットモンスターダイヤモンド、パールにおける、バグ技で行ける場所のことを、いい？この場所で特定の動作を、することによって、通常では行くことができないマップなどに、行くことができるようになり、行動内容によっては、ダークライアシェイミ、アルセウスといった、通常では手に入れることができない、幻のポケモンなどを、不正に入手することができるようになります。当時のこのバグのやり方は、主に2つ存在しており、1つは四天王の部屋の入り口で、外に向かって波乗りをする方法。これは四天王までゲームを進めることが、できれば誰でも簡単に行くことができます。もう一つはことぶき式で、自転車を使って入る方法です。こちらは少々技術がいりますが、自転車取得後すぐに挑戦ができます。やり方としてはことぶき式で、自転車に乗って、低速ギアで走り、動画にある数字の場所を、1、2、3、2、1の順番で止まらず走り、そのまま左上にあるポケッチカンパニーの方面に進むと、ポケッチカンパニーの場所がバグり草原に変化するので、その後蒸気の場所でメニューの図鑑やポケモンを開閉すると、カンパニーの扉の上から建物に入れるので、上から入ると謎の場所に侵入できます。この謎の場所にどちらかの方法で入った後は、ゲーム内の部数計を頼りに指定の場所まで進んでいき、指定の場所でセーブ、ロードや探検セットを使用し、マップのデータを再度組み込みすることで、幻のポケモン前など、任意の場所にワープすることができるようになります。しかし、このバグは取り扱いを間違えると、永久にこの謎の場所から抜け出せなくなってしまうことから、当時はポケモンセンターなどで修復プログラムが配布されるといった、とんでもないバグでした。さて、本題となりますが、このバグについて、2021年11月19日に発売された本作のリメイク、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールで行うとどうなるのか、実際に検証してみました。それでは検証内容の動画に移ります。実際にやってみた。というわけで早速リメイク版ダイヤモンドで、ポケモンリーグまで来てみました。ここでまず四天王の部屋からの謎の場所バグを行ってみたいと思います。それでは四天王の部屋に行くぞ。四天王の部屋はこの先です。ちょっとドキドキしますね。それでは早速扉の入り口で波乗りを使ってみます。今作は R ボタンでポケッチを出して、そこから秘伝技を使えるので、ここから入り口に向かって波乗りを使ってみます。するとどうなるでしょうか。はい、大方予想されていた通りだと思われますが、ここでは使えませんのメッセージが表示され、波乗りの使用ができませんでした。やはり、リメイクにあたって大きなバグは排除されていますね。ちなみにこの後も位置やタイミングを変えるなど、様々な手段で検証してみましたが、どうやら四天王の部屋から波乗りを行うことはできないようです。ちなみに四天王1回戦目だけでなく、2回戦目以降や、道中のエレベーター、他の秘伝技の使用など、考えられることをすべて試してみましたが、どうやらポケモンリーグから謎の場所に行くことは今回はできなさそうです。それでは次に進みます。次の検証はこちらですね。ことぶき式で自転車に低速で乗り、一定の行動を取った後にポケッチカンパニーの方面に進むというものです。この場所から自転車に乗り特定の行動を起こすのですが、まずこのリメイク版では DS 版と違い、マス目通り動くということ自体が非常に困難です。まずこのゲーム、スティックで移動すると、マス目通りに動くことはなく、動きのマス目を意識せずに、動くことができるのでスティックで動くと、先ほどのように特定の場所を踏んで移動するということが、非常にわかりづらいです。
動画のようにぐりぐり動けますからね。そのため、一マスずつ確実に進むには、スイッチ左下の十字ボタンで動くのですが、自転車でこれを使うと、方向転換がしづらいです。さらに言うと先ほどの動きのように、下移動してから急に上に移動というのを行うと、今作は上下の反転行動にブレーキが乗ってしまい、若干止まった動きになるので、自転車で DS 版のような動きを行うのは、非常に難しいというか、不可能であると感じました。とはいえ、実際にやってみないと、わからないので、ことぶき式で DS 版と同じような動きになるように頑張って数時間試してみましたが、ポケッチカンパニーがバグることは一向にありませんでした。そのため、こちらのバグ技からも、謎の場所に侵入することは不可能。そう結論付けさせていただきたいと思います。もし視聴者の方で DS 版と全く同じ動きができたり、ポケッチカンパニーがバグったといった方がいらっしゃいましたら、コメント欄などで教えていただけると嬉しいです。というわけで今回の検証結果につきまして、DS 版で発生していた謎の場所、バグは、リメイク版では完全になくなっていた。というのが今回の検証結果となります。正直、プラチナ版ですでに消されていたので、当然といえば当然ですし、今回のブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールは、DS 版のリメイクといえども、マップなどのグラフィックなど、すべて作り直したも同然の、手の込んだリメイク作品となっていますので、前回までのマップで引き起こされていた、バグが使えなくなるのは当たり前なのかもしれません。今回は、謎の場所、について、注目して調べてみましたが、今回のダイヤモンド、パールリメイクで、調べてほしい箇所が他にありましたら、コメント欄などで教えていただけると幸いです。それではここまでのご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは今回のようなバグの検証などを他のゲームでも行っています。最近はメトロイドドレッドが中心ですが、プレイしていない人にもできるだけわかりやすいよう、解説を心がけていますので、興味があれば過去動画を見ていただけると嬉しいです。今後も需要とネタがあれば、ポケモンの動画を投稿したいと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。